中継所に通過手印を提示するべし。抽選3区5区の山岳コース部分については追い越し禁止区間を設定します。これは選手の皆様の安全確保を考えた重要な遵守事項ですので、ご協力をお願いいたします。繰り上げ出走は最終の中継においてトップチーム通過より30分経過をめどに行いまする。閉会式は13時半開始の予定でする。レース後は淀の舞物合戦や松丸商店街でのお食事ご利用、なめとこ渓谷での癒しを十分に。